ウクライナ東部ドネツク州のバフムート近郊では、南部での反転攻勢作戦とは別に昨年来ウクライナ軍とロシア軍の激戦が続いているよね。そんな中、ここに来てウクライナ軍の第3突撃旅団が、立て続けにロシア軍の機械化部隊を殲滅する様子が撮影される動画が公開されているぜ。そうだね。さて今回はバフムートで砲撃によってロシア軍の機械化部隊が壊滅した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年から激戦が続いているバフムート近郊の戦闘は、ここ数ヶ月戦線の動きに大きな変化はないものの、激しい戦闘は継続されていて、特にウクライナ軍に奪還されたバフムートの南にあるクリシェイフカ周辺の戦闘だね。ロシア軍は、クリシェイフカを奪還された後に同地に定着しつつあるウクライナ軍を撃退しようと目論み、新型戦車 T90 を含む機械化部隊を投入したが、クリシェイフカの南にあるアンドリーフカ近郊でウクライナの第3突撃旅団の反撃に相殲滅されたばかりだったんだ。8月中旬の戦況をまとめて言うならば、ウクライナ軍がロシア軍を圧倒的して消耗させたと表現できる状況が続いていたが、今回はクリシェイフカの北にある戦術上重要となる高台を奪還しようと投入されたロシア軍の機械化部隊が、ウクライナ軍に殲滅される様子が撮影されたってわけだな。この動画が撮影された地点はクリシェイフカ北の高台にある森林地帯で、ロシア軍は画面上で確認できる範囲では最低でも3両の T72 戦車と3両の BMP1 歩兵戦闘車を投入し、ウクライナ軍が奪取した塹壕の奪還を試みたものの、この部隊の動きは最初からウクライナ軍の偵察ドローンによって監視されていて、少なくとも T72 を2両、BMP1 も2両が破壊され、かなりの数のロシア軍兵士をウクライナ軍の砲撃や戦車による攻撃によって失ったものと見られているぜ。バフムートには昨年からロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が激しい攻撃が加え、ウクライナ軍が市内からほぼ撤退した後、今年の5月にワグネルから引き継いだロシア正規軍は反転攻勢に出たウクライナ軍に対して防衛に徹していたよ。その防衛側であるはずのロシア軍が攻勢に出ているのは、クリシェイフカの北の高台がバフムート防衛に非常に重要な地域であるからに他ならず、ウクライナ軍の偵察ドローンが常時監視しているにもかかわらず機械化部隊を投入するのは無謀であったとしても、ロシア軍はそうせざるを得ない事情があったとの見方をする軍事専門家が多いんだ。イギリス王立防衛安全保障研究所 RUSI のジャック・ワトリング氏は、ウクライナ軍が集中的にロシア軍の大砲兵レーダーを破壊したことで、戦場の優位性は徐々にウクライナ軍側に傾いてきたと指摘したよ。同氏によれば、ロシア軍はこれによって多数の大砲兵レーダーを失ったことから、ロシア軍がウクライナ軍砲兵部隊の位置を特定することが困難になり、この侵略戦争において初めてウクライナ軍は敵陣地に対する持続的な砲撃が可能になったとしているんだ。砲兵部隊の戦術として、敵の大砲兵レーダーが機能している戦場においてはその位置を特定されて、敵の航空機や攻撃ヘリコプターからの空爆や砲兵部隊からの反撃を受けることを避けるために、射撃後には直ちに射点を変更する行動を繰り返す必要があり、時間単位での砲撃数が制限を受けることになるのであるが、砲兵部隊の位置を特定される恐れがなくなれば移動することなく連射が可能となり、ウクライナ軍砲兵部隊は射点に留まる時間が増えて、一回あたりの投射火力量が増加したことになったと、ワトリング氏は分析しているぜ。そして、ウクライナ軍の長射程ロケット弾やドローンによって多数の大砲兵レーダーを破壊されたロシア軍の砲兵部隊は、自軍地上部隊に対して効果的な火力支援を実施することが困難になっているだけでなく、一回あたりの投射火力量が増加したことによって、逆にその位置を探知できたロシア軍砲兵部隊への攻撃も増え、ドローンなどによる攻撃も加えてロシア軍の榴弾砲やマースが破壊されているとも伝えられており、ロシア軍は多数の榴弾砲とマースを失っていると見られているな。実際にウクライナ軍への砲撃が大きく減ったとの指摘があり、地雷を踏んで格座した戦車や歩兵戦闘車及び装甲兵員輸送車に搭乗していたウクライナ軍兵士たちは、
社外に脱出した後に砲撃を受けることなく帰還する可能性が高まったとされていて、ウクライナ軍の人的損害が減少しているというね。ウクライナ軍第128独立山岳強襲旅団のドミトロ・リシウク大佐がアメリカのニューヨークタイムズ紙の取材に対して、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって多数の敵の榴弾砲やマースを破壊することができ、以前であればロシア軍部隊は20門以上の榴弾砲などによる火力支援を受けていたものの、現状はせいぜい2から4門程度の火力支援しかできなくなっていると語っており、バフムートのロシア軍部隊の砲火力が著しく低下していることを指摘しているんだ。このことにより、バフムートのロシア軍は地上戦における優位性が失われつつあるために、たとえ無謀と分かっていてもウクライナ軍の前進を阻むためには戦車や歩兵戦闘車を最前線に押し出すしか他に方法がなく、これらの部隊がウクライナ軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを呼び、ドローンによる攻撃を受けて戦闘車両が破壊され人員の消耗を強いられている可能性が高いと指摘する声もあるみたい。また、アメリカからクラスター砲弾やロケット弾の供与を受けたウクライナ軍は、最近になってその使用頻度が増大しているとされているが、このクラスター弾の効果については、8月20日のニューヨークタイムズ紙が、ウクライナ軍は反転攻勢を開始して以来、多大な死傷者と装備の損失を被っているものの、1000km 以上にも及ぶ広大な前線のほとんどにおいて前進しており、その前進を助長しているのがアメリカから供与されたクラスター砲弾で、それがロシア軍の機械化部隊の戦車を含む装甲戦闘車両と砲兵部隊を破壊するのに効果的だと証明されたと報じているぜ。最前線のウクライナ軍指揮官や兵士たちもクラスター砲弾のおかげでロシア軍の消耗が激しく、侵略が始まった頃と比べてロシア軍の装備も人員も残念な状況になっていると述べており、最前線のロシア軍部隊の戦力劣化が進んでいる可能性があると指摘しており、そして、これらウクライナ軍指揮官たちが口を揃えて、我々の下方の射程圏内に侵入することをロシア軍が躊躇するようになっており、最近では航空機による空爆やミサイル攻撃に頼り始めていると述べて、ロシア軍地上部隊の意識と戦術に変化が見られているな。ニューヨークタイムズ紙はさらに、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の開始当初は、通常では考えられないほどの密度で対戦車地雷が設置された地雷原や、圧倒的な火力の前に最小限の結果しか残せておらず、作戦が長期化する可能性が高いという見方が広まるにつれて当初報じられていた楽観論が消えつつあるが、この数週間の間に取材を実施した最前線のウクライナ軍指揮官たちの認識に変化が出てきたとして、西側諸国からの何十億ドルもの兵器援助によって部隊の装備が整い、訓練を重ねてきたことで練度も装備も向上したとした上で、さらにここまでの経験から新兵の訓練方法にも改善が加えられてきたことで兵士の補充が容易になり、ほとんど部隊で兵士の専門性と練度が高まりを見せていて、その規模が拡大していると指摘しているね。例えば先に紹介したウクライナ第128独立山岳強襲旅団では、昨年12月にロシア軍の攻撃によって指揮官が戦死するなどの大損害をかぶり後方に交代していて、ニューヨークタイムズ紙の取材に答えたリシウク大佐はその際に指揮官後任として着任したのであるが、同大佐は我が旅団は大損害を受けた1週間後には再び戦力を取り戻したと述べていて、ウクライナ軍の補充兵供給が以前よりも円滑に行われていることを示しており、ロシア軍とウクライナ軍の戦力差が拡大しつつあることが示唆されているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年8月25日、ウクライナ国防省情報総局 GUR のユーソフ報道官は、クリミア南部のペレバリノエ村に駐屯するロシア軍の第126沿岸防衛旅団を攻撃したと発表したよ。この件についてウクライナのメディアもロシア軍第126沿岸防衛旅団に対する攻撃では2名が死亡し7名が負傷していて、負傷者はシンフェロポリの病院に搬送されたと報じているな。
さて今回はそんなウクライナ軍がクリミア半島に駐留するロシア軍を攻撃した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島では24日にユーソフ報道官が GUR は海軍と協力してクリミア半島に対する特別作戦を実施し、GUR の特殊部隊がクリミア半島に上陸し目的を達成したとして上で、まだ作戦は継続中なので詳細は明かせないが敵に損害が発生しているとも発表していたが、ペレバリノエ村はクリミア南部の内陸にあるため上陸部隊による攻撃ではなく、ドローンやミサイルによる攻撃が実施されたと見られているよ。これに対して、ロシア国防省は25日に、ウクライナ軍がクリミア半島の我が軍に42機のドローンによって攻撃を仕掛けてきたが、現地に展開していた防空ミサイル部隊によってそのうちの9機を撃墜したほか、残る33機については電子戦によって制御を奪うことに成功したため、すべてのドローンが目標に到達することなく墜落したと発表したんだ。この攻撃については未確認ながら、第126沿岸防衛旅団の弾薬庫にドローンが命中して大爆発が発生して数十人が死傷し、同旅団の装備も深刻な被害を受けたとする情報もあり、それを報じたメディアではロシア当局はペレバリノエ村で発生した爆発について、弾薬の廃棄処分のため爆破を実施したとしてごまかそうとしていると指摘しているぜ。クリミア半島では、23日から24日にかけてウクライナ国防省情報総局 GUR の特殊部隊によるとみられる攻撃が相次いでいて、先に書いたように特殊部隊が上陸してロシア軍と交戦するなどの他に、タルカンクート岬のオレネフカ村付近にあるロシア軍施設に対して、23日に7回の爆発音があったことが報告されており、ロシア軍がオデーサ攻撃に使用している地対艦地対地ミサイル K300P バスチオン P と、低空及び超低空域の目標を検出して追尾しながら S300 や S400 などの地対空ミサイルに、目標データを提供する高性能レーダー 48A6KH などが破壊されたとの情報があり、マリウポリ市長の顧問であるアンドリュシチェンコ氏もクリミア半島に配備されていたバスチオンが破壊されたとしているね。このタルカンクート岬はクリミア半島の西で黒海に突出した形になっていて、その突端にあるオレネフカ村の近郊にロシア軍は、ウクライナの港湾都市オデーサなどがある黒海西部全域に睨みを利かせるべく強力なミサイル基地を構築していたのであるが、GUR はこの基地のすべてのミサイルと人員を全滅させたとの見解を示し、この攻撃はロシアの防空システムにとって低体打撃を与え、クリミア半島における今後の展開に深刻な影響を与えるだろうと指摘したよ。さて、6月初旬に始まったとされ2ヶ月半が経過したウクライナ軍の反転攻勢作戦の目的は、現在ロシアに占領されているウクライナ南部のザポリージャ州やドネツク州においてアゾフ海まで約 80km 前進して撃とうし、その上でロシアとクリミア半島をつなぐ陸の回廊と呼ばれる補給ルートを遮断し、クリミア半島に展開しているロシア軍への補給を断って孤立させ兵糧攻めにすることにあるんだ。クリミア半島を孤立化させることによって、そこに駐留するロシア軍を弱体化させて追い込むことによって、クリミア半島の奪還と解放に向けて有利な条件を整えられることになり、ウクライナのオレクシー・レズニコウ国防相が理想としているように戦わずしてクリミアを解放することが可能となるってわけ。そのためには、クリミア半島にあるロシア軍の基地や駐屯地を事実上封鎖することが必要であり、そのためには同半島に配備されている防空システムの無力化と、同半島の南西にあるロシア海軍黒海艦隊の司令部があるセバストポリ軍港を封鎖するか、同港に停泊しているロシア海軍艦艇を行動不能にすることが重要だな。クリミアにあるロシア軍基地へのウクライナ軍の攻撃はここに来てかなりエスカレートしており、海上では大量の爆発物が積み込まれた水上ドローンが、セバストポリ港内に侵入してロシア海軍艦艇を襲撃し、空からはドローンやイギリスから供与されている空中発射型の長距離巡航空対地ミサイルストームシャドウや、旧ソ連製の対空ミサイルである S-200 などによって、空軍基地や兵站施設の他に橋なども目標として攻撃を加えているぜ。
この S-200 は1960年代に旧ソ連によって開発された古くて巨大な地対空ミサイルシステムであり、重量8トンの 5V28 ブースト滑空ロケットに搭載されていた目標捜索装置シーカーを、ウクライナが独自に地上攻撃用の短距離弾道攻撃ミサイルグロムにフリム2のものに、積み替えたのではないかと見られているね。巨大な 5V28 にはシーカーを変更、あるいは追加が可能なスペースが十分にあり、シーカーを追加してもさらに爆薬を数百キログラム単位で増量することも可能であると言われていて、その上で400キロメートル以上の射程距離を確保できるだけのロケット推進力を持っているとされ、一説には射程距離は600キロメートルとの情報もあり、それが事実であるとするならばロシア国内のかなり奥深くまで攻撃することが可能なんだ。実際に7月28日、ウクライナとの国境から 30km ほどのロシア南部ロストフ州タガンログにある、ウクライナへの空爆拠点になっているロシア空軍基地が 5V28 による攻撃を受けたり、その3週間前には、ウクライナ国境から約 180km 以上も離れたロシア南部ブリャンスク州にある工業地帯が、5V28 によって爆破されたりしているな。このウクライナによる攻撃に対してロシア側は、これまで複数の 5V28 を撃墜したと主張しており、直近では8月12日にクリミア半島の上空でも撃墜したと発表しているのであるが、これらの主張を裏付けるような動画や画像は公開されておらず、その信憑性は疑わしいとされているぜ。それはこの 5V28 の飛行速度が最高でマッハ4時速約 4900km に達することから、ロシア軍の防空ミサイルシステム S-300 や S-400 をもってしても撃墜することが困難であることからも明らかであり、現在ウクライナ空軍が運用しているアメリカ製のパトリオットミサイルが、マッハ5時速約 6100km 以上で飛行するとされている、ロシア軍のキンジャール極超音速ミサイルの迎撃に成功していることとは対照的だね。このようにクリミア半島のロシア軍基地や関連施設などへの攻撃が激化しているのは、一時はその進軍速度が進まなかったことから作戦失敗が噂され始めていた反転攻勢作戦において、ここに来て進捗が見られるようになったことがあるとの見方が出ているんだ。アゾフ海近くの都市メリトポリに向かう反転攻勢作戦軸に投入されたウクライナ陸軍第47機械化旅団と、空挺軍の第82空中強襲旅団は先日、ザポリージャ州ロボケネを奪還して解放し、第47機械化旅団の兵士がロボケネ中心部にある破壊された学校の屋上にウクライナ国旗を掲げているしな。この2つの旅団が幹線道路 T408 に沿ってメリトポリに到達するには、まだ 80km 以上の道のりがあるが、ここ最近のウクライナ軍にはロシア軍が設置した濃密に地雷がばらまかれた地雷原を苦労して突破した勢いがあるぜ。ロボケネの次の主要な拠点はザポリージャ州南部における交通の要衝トクマクで、ここに構築されているロシア軍陣地を落とせば、メリトポリを経てアゾフ海沿岸まで一気にたどり着くよ。ウクライナ軍によるクリミア半島へのドローンやミサイルによる攻撃は、ウクライナ軍がアゾフ海に近づくにつれてさらにエスカレートすることが予想されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア国営タス通信などが報じているところによると、ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相が9月5日に開始された国防省幹部やロシア軍関係者との電話会議において、ウクライナ軍が6月初旬から展開している反転攻勢作戦のうち、南部ザポリージャ州一帯での展開に対して発言しており、最も緊迫した状況がザポリージャ方面で続いているとしているよ。アメリカのカービー戦略広報調整官は1日、南部ザポリージャ州での戦闘について触れ、この地域のウクライナ軍ではこれまでの72時間で、注目すべき進展があったと明らかにしており、ウクライナのマヤル国防次官もまた1日に、地元テレビのインタビューに答えて南部ザポリージャ州の一部では、ロシア軍が構築している三重の防衛ラインのうちの第一防衛ラインを突破したと述べたな。またウクライナのゼレンスキー大統領は2日、やはり南部ザポリージャ州においてはウクライナ軍が前進し続けていると述べ、
6月に始まった反転攻勢においては、これまでに一定の成果が出ていることを強調したぜ。そうだね。さて今回はウクライナ軍が南部ザポリージャ州にて第2防衛ラインに到達した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのカービー戦略広報調整官やウクライナ側が、相次いでロシア軍の第1防衛ラインを突破したと伝えていることに対して、ロシア側の然るべき筋からからザポリージャ州での戦況が緊迫していると発信されたのは初めてで、ロシア国防省がウクライナ軍の反転攻勢に危機感を抱いていることを示唆する発言だとされているね。しかしながら、ロシアのショイグ国防省は会議の中で、反攻開始から3ヶ月間が経過したが、ウクライナ軍は目的を全く達成できておらず、西側諸国から軍事支援を受け続けるために成功していることを誇示していると主張したぜ。そして、現時点で最も激しい戦闘が行われているのはウクライナが西側諸国からの支援によって、訓練を受けた予備的兵力を投入している南部ザポリージャ州方面だと説明し、その一方で東部ハルキウ州のクピャンスク攻略を視野に入れて攻勢に出ている東部戦線のロシア軍部隊が前進していることを強調したってわけだ。その上で、ショイグ国防省はウクライナ軍は6月の大規模反転攻勢作戦を開始して以来、これまでに6万6000人以上の兵員と7600以上の戦車などの戦闘車両を失ったとして、ウクライナによる反転攻勢作戦は失敗していると指摘したことをインタファクス通信が5日に報じたな。ウクライナの国営通信によると、ウクライナ軍報道官はロシア軍がメリトポリ方面の戦線において構築した防衛ラインは30で、2023年春から初夏にかけて構築されその際の指揮を取ったのが総司令官を更迭されていた。セルゲイ・スロビキン上級大将であることからスロビキンラインとも呼ばれているね。ロシア軍は工兵部隊と民間受け負い業者を使ってユーノハとも呼ばれているコンクリート製の対戦車障害物をばらまき、幾重にも連なる塹壕を掘り、その上で防衛ラインの外側には広大な地雷原を設けて高密度に何十万個という地雷を埋めたとされているんだ。反転攻勢作戦におけるウクライナ軍は、進軍速度が遅いことを西側諸国からも指摘されていたが、おそらくは広大にかつ濃密に設置された地雷原に悩まされていたものとみられ、この第一防衛ラインを突破したことによって、進撃速度が上がりつつあるのではないかと見られているみたい。これまでウクライナ軍が把握している防衛ラインに配置されているロシア軍の戦力配分の割合では第1防衛ラインに 60% を配置し、第2防衛ラインと第3防衛ラインにそれぞれ 20% ずつと見られるとの見方を示していて、第2防衛ラインについては一番外側の第1防衛ラインと比べれば技術的にそれほど強固なものではなく、地雷原での地雷密度は低く数そのものも少ないというよ。ウクライナ軍の進軍状況についてアメリカのシンクタンク戦争研究所が、インターネットや SNS で公開されている動画や画像を分析したところによると、ここに来てウクライナ軍はメリトポリ方面への進軍が加速していることが明らかになっていることを指摘して、ウクライナ軍が戦術的に進展しているとしているんだ。この分析を裏付けるかのように第一防衛ラインを突破したウクライナ軍は、トクマクの北にある要衝の集落ロボティネを奪還した上で、さらにその南にあるノボプロコピウカと東にあるベルボベの奪還を狙う動きが見られ、これまでとは異なる速い進軍スピードを見せていて、これを阻止するためにロシア軍ではメリトポリ方面の交通の拠点で防衛上の要衝であるトクマクに、東部戦線における強力な予備戦力として温存していたと見られる空挺師団を移動させて最前線に投入したことが伝えられたな。これについて、ロシアのショイグ国防省が南部ザポリージャ州ではウクライナ軍の反転攻勢が失敗し、東部ハルキウ州ではロシア軍が攻勢に出ているとする発言とは矛盾する配置であると指摘する声が上がっているぜ。この予備戦力とされている部隊はロシア空挺軍の第76新鋭空挺師団と見られていて、予備戦力とはいえ精鋭と言われるロシア空挺軍の中でも精鋭中の精鋭とされている師団で、3個空中機動連隊を中心として1個戦車大隊に1個防空連隊などによって編成されているってわけだ。
アメリカのフィラデルフィアにあるシンクタンク外交政策研究所では、第76新鋭空挺師団はおそらく現在のロシア軍における最高の精鋭師団であり、これまでのところ他の地上軍部隊と比較して消耗が少ないと見られていると述べていて、ロシア軍の予備戦力とされている部隊の中では盛況な部隊であると述べているが、実のところ同師団はこれまでにウクライナでの戦闘に参加しているため無傷で温存されていた予備戦力というわけではないんだ。第76新鋭空挺師団は、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降、そのほとんどの期間において最前線に配置されていて、戦争初期の数週間はウクライナの首都キーウを占領しようとベラルーシから侵入した軍団に配属されていて、キーウ攻略戦に参加しており、作戦失敗後に明らかにされたキーウ近郊ブチャでのウクライナ市民虐殺に関与していたことが伝えられているよ。4月にロシア軍がキーウ占領を諦め、ウクライナ中北部から撤退した後は、保有新型の T90 戦車に T72 戦車の最新改修型や BMP に、BMD などの歩兵戦闘車とともに東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月には、南部ヘルソン州において反転攻勢作戦を実施して、ヘルソン州奪還を狙っているとの陽動作戦に見事に引っかかったロシア軍上層部によってヘルソン州に移動させられるなど、ウクライナ各地を転戦していたね。その陽動作戦の成功によってウクライナ軍は、手薄になっていた東部戦線においてハルキウ州の非占領地のほとんどを奪還した上に、ヘルソン州においてもロシア軍の後方兵站を長射程の GPS 誘導ロケット弾によって叩いたことによって、ヘルソン州のドニプロ川西岸からロシア軍を撤退させて奪還解放したことは記憶に新しいな。ただ、劣勢となっていたヘルソン州の他のロシア正規軍部隊とは違い、ヘルソン州における第76新鋭空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えていて、ウクライナ第35海兵旅団が大損害を受けたことなどが報告されており、それらの戦いぶりから精鋭と評価されていたのであるが、2023年6月にはロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートから撤退する際に、交代する部隊としてバフムート近郊に配備されたものの、予備戦力として後方に下がって消耗した部隊の戦力補充と再編成などを実施していたと見られていたぜ。今回この強力な予備戦力を東部戦線から引き抜いたことで、ショイグ国防相が攻勢に出ているとしたハルキウ州の戦線にも影響が出るとの見方があるほか、盛況とされながらも動員された予備役と、旧式の戦車などの戦闘車両で編成されたこの師団の戦力を疑問視する声も上がっていて、ウクライナ軍が第二防衛ラインも突破する可能性が高いとする見方が出ているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。昨年夏から1年にわたって激戦が繰り広げられているバフムート近郊では、バフムートの南にあるクリシェイフカの集落において、ウクライナ軍がロシア軍をバフムート方面に後退させていることが、インターネットや SNS に投稿されている動画や画像などによって明らかになっているよね。さらにクリシェイフカの南にあるアンドリーフカ、クルジュミフカ、ザイツェベなどの集落の他に、ゴルロフカなどの都市にもウクライナ軍が圧力をかけていると見られ、バフムート近郊の戦線では次第にロシア軍が東に押し込まれつつあると見られ、特にバフムートからこれらの集落を結んでいる鉄道路線にまでウクライナ軍が進出していることが確認されているぜ。さて今回はウクライナ軍が優勢となっているドネツク州バフムート近郊の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。8月から9月にかけてインターネットや SNS 上で確認されている動画や画像などによる視覚的証拠は、圧倒的にウクライナ側から発信投稿されたものが多く、バフムートの市街地方面に攻勢をかけているウクライナ軍部隊は敵の機械化部隊を2度殲滅するのに成功したとする情報があるほか、ザリズニャンスキー方面でもウクライナ軍第30機械化旅団が大規模な掃討作戦を実施していることが伝えられているよ。そして、
8月22日から29日にかけて確認されている動画や画像からは、ウクライナ軍がクリシェイフカ集落内にいたロシア軍部隊を北に後退させていることが示唆されていたのであるが、8月31日から9月3日までに確認された視覚的証拠でもそれ以前からの勢いが継続していて、ウクライナ軍が戦闘の主導権を握っていることを裏付けているものが多いんだ。また、ウクライナ軍は最前線のロシア軍部隊のみならず、後方の幹線道路 T513 沿いにあるロシア軍陣地や展開している砲兵部隊に砲撃を加えて榴弾砲を破壊する様子や、あるいはロシア軍の前線指揮所や弾薬庫所などへも砲撃を加えている様子が撮影された動画や画像が多数確認されているな。これらのことからバフムートの南側に展開しているロシア軍部隊は、ウクライナ軍の攻勢によって相当な消耗を強いられていることは間違いないと見られ、このままの状況が続くと戦線が一気に崩壊して、ロシア軍が昨年のハルキウ州での反転攻勢作戦で見せたような壊滅状態となって東に回送する可能性があるとする見方が出始めているぜ。この方面におけるロシア軍の予備戦力がどれほど残っているかは不明だけど、6月に始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦の中で、これまで進軍を食い止めていたと見られていた南部ザポリージャ州のオレホボからトクマク、メリトポリへの攻撃軸において、ロシア軍が構築していた三重の防衛ラインのうちの第一防衛ラインをウクライナ軍が突破したことを受けて、東部戦線における最強の予備戦力と目されていた第76新鋭空挺師団が援軍としてトクマクに移動したとの情報があるんだ。この第76新鋭空挺師団はロシアがウクライナへの侵略を開始して以降、ウクライナ各地の最前線に配置され続けていて、侵略戦争が始まったばかりの初期の数週間はウクライナの首都キーウ占領を目論んでいた。軍団の所属部隊としてキーウ周辺における戦闘に参加しており、2022年春に起こったキーウ周辺の集落ブチャでのウクライナ市民虐殺に関与した疑いがあることが伝えられているよ。また、ロシア軍がキーウ占領を諦めてウクライナ中北部から撤退した後は、保有している最新の T90 戦車や T72 戦車、BMP2、BMD などの歩兵戦闘車とともに東部ドンバス地方の戦線に配置され、2022年8月にはウクライナ軍が南部ヘルソン州において反転攻勢作戦を実施し、ヘルソン州の奪還を狙っているとの陽動作戦上のフェイク情報を信じたロシア軍上層部によって、ヘルソン州に移動させられるなどウクライナ各地を転戦し、他のロシア正規軍部隊と違いウクライナ軍に大きな損害を強いていたことから、西側諸国の軍事専門家の間においても精鋭との評価がなされていた部隊だな。この第76新鋭空挺師団については、アメリカのシンクタンクの一つ外交政策研究所のロブリー氏が、第76新鋭空挺師団は現在のロシア軍における最高の精鋭師団であり、これまでのところ他の空挺部隊と比べて消耗が少ないと見られていると述べていて、ロシア国内の予備戦力とされている部隊の中では盛況な部隊であるとの見方を示しているが、実際には先に述べたように同師団は各地の最前線を転戦してきたことによって損害を被っており、決して無傷で温存されていたわけではないぜ。このところロシア軍は東部戦線のルハンシク州クレミンナやクピャンスクなどでやや攻勢に出ていると見られ、この地でこれまで攻勢に出ていたウクライナ軍は守勢に転じていると見られているんだけど、昨年9月以降押し込まれていたロシア軍部隊が攻勢に出られたのには、後方にこの第76新鋭空挺師団が控えていたことが大きいとされていたよね。また、ドネツク州バフムートにおいてもウクライナ軍がわずかに攻勢でありながらも膠着状態に陥っていたことについても、第76新鋭空挺師団の存在が大きいとする見方もあるぜ。しかしながら、今回この師団が南部ザポリージャ州に移動したことによって、東部戦線におけるロシアの予備兵力が大きく削がれることになり、バフムート周辺のウクライナ軍の動きが活発になってきたことと無関係ではないとする見方があるってわけだ。また、移動先はトクマクとされているため、その北のロボティネを奪還したウクライナ軍部隊の進撃を防ぐことが与えられた任務とみなされているものの、
その東北方面にはドネツク州南部からアゾフ海沿岸の港湾都市マリウポリやベルジャンシクなどの奪還を狙う攻撃軸が展開されており、そこにはウクライナ軍における正教地上部隊とされている4個の海軍歩兵旅団が配置され、南部ザポリージャ州のモクリアリー川渓谷沿いにアゾフ海沿岸に向けて進軍していることが報じられていることから、そちらの戦線の増援として派遣される可能性もあるみたい。ウクライナ軍はこれまで反転攻勢作戦の攻撃軸が複数あることを兵力の分散を招いているとして、批判する声があったけど、この戦況においては逆に南部だけでも2つの大きな攻撃軸があることで、ロシア軍が東部戦線から予備兵力を回さなければならなくなった戦況を作り上げることができているんだ。ウクライナ軍はどちらの攻撃軸に第76新鋭空挺師団が現れたとしても、それによってザポリージャ州のロシア軍においてはもう後方予備部隊はないとされ、第76新鋭空挺師団を確実に引きつけておくことで他方の攻撃軸の進撃が容易になると考えられるよ。もし特幕防衛に投入されたとすれば、モクリアリー川渓谷沿いの4個海軍歩兵旅団の進撃が容易になり、アゾフ海まで到達することが考えられ、海軍歩兵旅団の正面に配置されたなら、ザポリージャ州において現在直面している第2の防衛ラインの突破が見えてくるだろうな。さらにタス通信が報じたところによると、第76新鋭空挺師団の本拠地があるロシア北西部プスコフ州の軍民療養空港に対して、8月30日未明に大規模なドローン攻撃があり、IL76 輸送機2機が大破するなど4機が損傷を受けたとされ、ウクライナ軍のドローンによるロシア国内の空軍基地への攻撃が相次いでいるぜ。このことを受けてロシア領サラトフ州のエンゲルス空軍基地では、駐機している中95爆撃機の機体の上にタイヤを並べている画像が確認されており、ドローンの攻撃から機体を保護するためではないかと噂されているよ。この程度の防御でドローンによる攻撃を防げるのかについては疑問視する声が上がっているが、掩体壕などがない空軍基地において多数飛来するドローンから航空機を守るのにロシア軍には他に方法がないことを自ら物語っているとして、基地の防空体制が確立されていないことを指摘する声もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ザポリージャ州オレホボからトクマクへの進軍を続けている反転攻勢軸では、同方面にロシア軍が構築した3本の防衛ラインのうち最初のラインを突破してロボーテネを奪還した後、さらに東南下を続けてノボプロコピフカに進撃する部隊と、東にアルベルペイブへ向かう部隊とがあってそれぞれ進んでいることが伝えられたよ。このノボプロコピフカとベルペイブの間の地域では、ロシア軍が構築した2本目の防衛ラインに到達したことがロシア側の軍事ブログなどで示唆されるなど、ウクライナ軍がこれまでのスピードを上回る速さで進撃している可能性が高いと見られているな。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州で第一防衛ラインを突破した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア側からの情報では砲兵部隊の強力な火力支援を受けたウクライナ軍部隊がベルベイブ西近郊の高地に到達したとしているほか、ウクライナ軍がノボプロコピフカの北東に迫っている様子が撮影された動画などが公開され、ザポリージャ州のこの地域における戦闘が激しくなっていることが伝えられているよ。8月27日にロシア側から発信された情報によると、ウクライナ軍はロボーティネ奪還を発表したものの、現在も同集落の南側では戦闘が続いていて完全占領には至っていないとしつつも、ザポリージャ州のこの地域ではベルベイブ近郊の戦闘が最も激しいものとなっているとしているんだ。そして、ウクライナ軍空挺部隊は砲撃によってロシア軍陣地を破壊した後に歩兵を前進させるというオーソドックスな戦術で防御ライン突破を図っていて、これまでに損害を抑えながらベルベイブの西に到達しているとした上で、ウクライナ軍はノボプロコピフカとベルペイブの間に鎖を打ち込むことで防御ラインを守るロシア軍を後退させ、前線を安定化させようとしてベルベイブ西郊外にある高地を脱出するために前進していると指摘しているな。それらロシア側の軍事ブロガーの中には砲兵部隊の火力支援を受けたウクライナ軍は、
オーケルプーベ方向とベルベイブ北西で部分的に成功を収めていると言及しており、これらがブログで提示しているウクライナ軍支配地域と交戦中であることを表す。グレーゾーンがベルベイブ方向に構築されている2本目の防衛ライン内側に入り込んでいるぜ。また、ウクライナ軍の自爆型ドローンが撮影したとみられる、ノボプロコピフカの周辺でロシア軍を攻撃する動画が公開されていることなどから、ウクライナ軍が2本目の防御ラインを突破した可能性が高いと見る向きもあるが、これまでのところその地域をウクライナ軍が奪取したことを裏付けるような動画や画像はまだ出回っていないみたい。ウクライナ軍がこのように着実に前進し続けている状況の中、オランダの調査機関が29日に、ロシア軍がトクマク郊外において市内を流れるトクマック川をせき止めるためのダムを建設して、トクマック川に貯水湖ができつつあり、ロシア軍ではすでにウクライナ軍が市街地に接近することを想定していて、その際には足止めするためにダムを決壊させて氾濫地帯を作り出そうとしている可能性が高いとの指摘を発信したよ。この侵略戦争ではウクライナ軍もロシア軍の前進を阻止するためにこの手段を実施しており、初期段階において首都キーウに迫っていたロシア軍の前進を阻止するため、ウクライナ軍がドニエプル川の水門を破壊して、キーウ北部の森林地帯を湿地帯に変えて首都に入るルートを潰したことがあったほか、バフムート市内の戦闘において市街地の北から市内に侵入しようとする。ロシア軍の足止めを目的として近隣の池の水門を開けたことがあるんだ。ロシア軍もウクライナ軍のドネツク州マリンカ方面での兵站を妨害するためボブチャ川のダムを破壊したほか、6月初旬から開始された反転攻勢において南ドネツクでモクリアリー川沿いに進撃してくる。ウクライナ軍の足止めのためにモクリアリー川のダムを破壊しようとしたことがあるよな。そして、この戦争における最大の水攻めとして戦場に多大な影響を与えたのが、ロシア軍が実施したと見られているドニプロ川のノーバカホフカにある水力発電所ダムの破壊だぜ。2023年6月6日に発生したノーバカホフカダムの決壊は、ヘルソン州の州都ヘルソンも含めてドニプロ川の下流域に大きな被害をもたらしたが、この地域もまた戦闘が継続しているために未だその被害の全貌は明らかにされていないね。ダムを破壊したことについてウクライナ側もロシア側もそれぞれ相手側に責任があるとして非難し合っているけど、そのことによるメリットはよりロシア側に大きいと見られるために、西側のメディアや軍事専門家の間ではロシア軍による破壊だったとする見方が多いみたい。ただ、ドニプロ川の下流域では一時、多くの地域が巨大貯水湖の水によって水没していたのであるが、その後水が引いたことによってむしろ以前よりも水位が低下したと伝えられていて、州都ヘルソンにあって現在は通行不可能なアントニフスキー橋の周辺でウクライナ軍が東岸に溶かしていることが報じられており、ロシア側の軍事ブロガーなどがドニプロ川東岸の中州にあるダチなどにウクライナ軍が橋頭保を築き、ボートなどによって兵士を送り込み続けているとの情報を発信していることから、この地域においてウクライナ軍が本格的に渡河作戦を実施する可能性があるとする声も上がっているぜ。話を戻してロボーケネ周辺の戦況について、ロシア軍の第一防衛ラインを突破するまでに多くの時間を要したウクライナ軍が、そこから第二防衛ラインに到達するのが比べ物にならないほど早かったことから、ロシア軍の兵力配置を疑問視する声があるんだ。ロシア軍が第一防衛ラインの外側に、通常では考えられないほどの密度の地雷を設置した地雷原をあらゆる場所に設けていたことが報じられているが、その第一防衛ラインに予備兵力までも投入しているとの情報があり、そのラインを破られたことで第二防衛ラインを予備第三防衛ラインに配置している兵力が、不足しているのではないかとの見方が広がっているってわけ。また、地雷原についてもすでに昨年末の時点で占領地を拡大することを諦めたロシア軍は、このザポリージャ州においても第一防衛ラインの外側には自軍部隊が進めないほどの地雷原を設けているけど、その内側には自軍が移動するために地雷原に通り道を設定しているものとみられているよ。第一防衛ラインを突破されれば、そこに張り付いていたロシア軍部隊は第二防衛ラインに後退するためその通り道を通るのであるから、
その行動を偵察監視ドローンで確認することでウクライナ軍は地雷原を避けて、第二防衛ラインに短時間で到達することができるだろうね。その行動が迅速であればあるほど、後退するロシア軍の混乱に乗じる形で第二防衛ラインも続けて突破しやすくなるのではないかとの意見も出ているな。ロシア軍がノボプロコピフカのさらに後方にある第三防衛ラインの内側の、特幕を水浸しにしてでもウクライナ軍の進撃を食い止めようとしているとするならば、それは第三防衛ラインや特幕を守りきれないと判断していることになり、ウクライナ軍が第二防衛ラインを突破することがあれば、特幕をあっさり放棄してメリトポリに撤退するかもしれないとの見方もあるみたいだぜ。ロシア軍が第二防衛ラインでどのような防衛線を展開するかによって、次の冬までにウクライナ軍の反転攻勢作戦の成否が決まると見る向きが多く、状況によってはそもそも戦意が高くないとされてきたロシア正規軍が、統率の取れた整然とした後退ではなく、昨年秋のハルキウ州における反転攻勢作戦で見せたように、戦車などの装備を置き去りにして我先に逃走した回想状態を再現する可能性があるとの見方が広がりつつあるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。